はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もワールドウォー2司令部から今回は始めていきます。COD ポイントがね、配信されたんで、ガチャがね、今6個溜まっております。ちょっとハードポイント遊ぶ前にガチャでも開けてみようと思います。まあ6個もあればエピック、最低でもエピック1個は当たると思うんで、きっとね、フラグじゃないよ、当たるよね。はいはいはい、まあ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 、重複してんぞ。お、あれ、あと3つ、あれああエピック来た。コーリングカードか。ヒロイックの武器が最初ね、2つも来たのに、もうそれ以降全く出ないや。はい、エピック、あー普通。さて、それではハードポイント、 USS テキサスのハードポイントはやったことないで、多分これ途中参加だと思うけど、ここなんだろう、フリフォン並みに、あ、始まったばっかりだ。フリフォン並みにその敵味方のリスポンがね、だから敵だな、敵がすぐ近くから湧いてきたりするからね、すんげえ裏取りされるっていうか、単にリスポンが変わってたりするだけのことがあるからね。リス調整必要だな、ここは。あ、スモークか。OK。おっとっと、投げ返せないけど、セーフ。でリロード。さあエリア変わった。これ敵来るんじゃないか、これ。湧いてるよね。ね、どうする？そっちに行けない。OK、UAV。ああ、来てた。さあ、これで牽制できたでしょ。もうリス狩りになっちゃうんだよな。それも仕方ない。仲間やられた。校内グレネード、オッケー。あ、ん、今誰から撃たれた、中か。今度はそっち、おられた。ほい、今回はキルメインでやっていくか。フリッツ X、 前のエリアはゲット取ってるんで、おっ、左ゲットで、リスポーンが変わるでしょ。 OK、 あー来てたか。もしかしたらだけど、このエリア終わったら今度敵側になった。これはある意味ハードポイントの欠点だけど、すんげえ仲間とぶつかりやすいからね、そこ注意しないといけない。うん、オッケー、ゲイ、あー、やられた。 UAV、 ほい、
おお、3人死んだマジか。で、うまいことリスポーンも変わったな。いや、遠距離はほんと強いこれ。あ、そっちか。あ、ハードポイント変更。船内だ。とにかく仲間とぶつからないように気をつけよう。こっち通せんぼしよう。後ろから湧いてんぞ。ちょっと仲間そこ見えない。リコンファイトコンクルーディッドポイントイズインエネミーヘンズカウントリコンディセーブル。ひどいエイムだった。スコープつけないと本当このエイムがすごく遅いからつけたいんだけど、今プライムの方が大事なんだよな。弱体化されちゃったけどね、最近のアップデートで。弱体化というか、なんだろう、その全プレイヤーの反動、被弾時の反動が減ったっていう形の修正というか、そういう感じだったはず。めっちゃ後ろから湧いてきそうなんだけど。あ、こっち見てんのか。ってことはこっちがリスポーン。こっち見てると思うけど、オッケー、これ、うん、次どこだっけな。次ここかな、多分そうだ。まだ時間あるから行ってみよう。ほい、オッケー。グレが大活躍できるね。なぜか向こうを向いてる敵がいて、ケイ、いやー強いなこれ。リコン、さてちょっとこのまま敵を倒しに行っちゃおうか。ケイケイ、ちょっとリロードしたい。これ死んじゃうかも、死んじゃうかもしんないけど。今バレなかったのか。リスポーン変わったな。さあ行こう。ああ、やられた。フリッツ X 使っちゃうか。もうこれ終わっちゃうな。お、ここちょっと落下が遅いけど、あ、失敗。ちょ、これも投げちゃうか。待て待て、スリーキル。次があって向こうだ。ここはね、もうここに上登って見ちゃう。ちょっと遠いな。出てて、オッケー。で、リスポーン変わった。よし、もう戦っちゃうぞ。あ、もう一人いた。ファイアインダホール。で、勝った。仲間のスコアもなかなかすごい。よし、なんかハードポイントにしては結構短いけど。それじゃあ今回はこんなところで、もうガチャは信じない。はい。ご視聴ありがとうございました。